いやー、厳しい試合だったけど神がかり的な展開で劇的勝利。グループステージ突破も決めて最高の朝だわ。海外の反応を見てホルホルしたいところだね。ホルホルできるかわからんが、今回は海外の反応について見ていこう。マリが逆ギレとんでも報道していたのでぜひ最後まで見ていってくれよな。ホルホルできるかわからない。マリがとんでも報道。なんかいつもと違う感じね。まあとりあえず海外の反応から行きましょうか。苦しみながらも難敵を退けて8強進出だ。現地7月27日、パリ五輪男子サッカー競技のグループステージ第2戦がフランス各地で開催され、U23 日本代表は U23 マリ代表と対戦。前半は主導権を握りながらも得点を奪えず、後半は一転して姿勢に回る時間帯が長くなったが、82分に右サイドの崩しから最後は山本リヒトが決めてついに均衡を破る。アディショナルタイムに訪れた PK の大ピンチは相手選手が枠を外し、日本が見事1例で勝ち切った。いやーすごい試合だったよな。国語にポスト2バーに。かなり助けられたし、厳しい状況からあの細谷の突破からの最後山本。そして PK は外れるしで盛りだくさんすぎた。興奮冷めやらぬというかもう覚醒しちゃったわよね。寝ずに連投するくらいには灰になってるわ。ぐへへ？お薬かな？変なテンションになるくらいには大興奮な試合だったってことよ。これ日本人に限らず他から見てもそうだったんじゃない？これで2連勝を飾って準々決勝行きを確定させた大岩ジャパン。中国メディア、ソーフ体育は、どちらに転んでもおかしくないゲームで、最終盤は実にドラマチックだった、と伝え、一進一退の拮抗した展開の中、日本は82分に山本のゴールで鮮やかに先制する。だが、アディショナルタイムに入ってまさかの PK 献上。万事休すと思われたが、ここで日本の GK 国母ブライアンがマリ選手のキックのコースを読み切って、その動きが枠を外す失敗をもたらした。日本の勝利はまさに神がかっていたと言える、と評した。マジで神がかってたよな。アジアカップ決勝のウズベキスタン戦みたいな流れだったのもなんか胸熱だよ。リアルタイム編集でも話したんだけどさ、ウズベキスタン戦みたいな展開だな。なんて言ってたら PK まで同じなんだもんね。笑ったわ。こんなことあるんだな。なんか不思議だよ。日本代表関係なく、純粋に一つの試合としてハイレベルでめちゃくちゃ面白い試合だったわね。この記事にもあるように、国母がすごかった。だからこそ PK 失敗した。おそらくあの選手はものすごく攻められるだろうけど、サッカー経験者としてあのシーンはハイレベルな読み合いだった。これで攻められるのはあまりにもかわいそうすぎる。キーパーの重心を最後まで見て、読まれてると判断してより際どいコースを狙う冷静さと技術。それはかなりすごいからね。国母と共にハイレベルな戦いだったわ。PK ってのはいつも残酷だよな。韓国メディア、デイリースポーツは日本が早々に準々決勝進出。マリが決定的な PK を失敗、と報じた。前半、両チームとも鋭いサイド攻撃の応酬となった。しかし、日本のシュートはやや不正確だった。マリは効果的なシュートを2本放ったが、いずれもゴールキーパーの国母レオ・ブライアンにブロックされた。前半終了間際のアハメド・ディオマンでのサプライズミドルシュートも、残念ながら指先に当たった。そう日本の守護神の活躍を称えつつ、結局、日本はグループステージで2連勝。初戦のパラグアイ戦に5-0で勝利した勢いをそのままに、準々決勝に進出した、と締めくくっている。いやーボイコットを有言実行するためにアジアで敗退した韓国さん。いやー北朝鮮と間違われて、大騒ぎしてる韓国さん。サッカー以外もボイコットはよ。また、同じ韓国のインターフットボールは、出場すらしなかった韓国に比べて。日本は準々決勝進出確定、マリに1-0で勝利。グループステージ2連勝、と報道。予選で敗退した韓国との違いを強調している。アジアカップで本大会出場、そして韓国は敗退となった時にも思ったけど、今更に思うことがある。本大会出場できるかどうかで経験できるものってとんでもないものがあるな。いや本当にそれ。マリみたいな相手との対戦ってこの後とんでもない経験値として絶対生きてくる。日本は決勝トーナメントにも進めたし、さらに経験できる。この差は今後とんでもない差になるだろうな。そんなことをふと思ったよ。韓国さん曰く日本は茨の道らしいわね。いいじゃない茨の道。簡単に行かない方が今後に大きくつながる。楽な道行って敗退したら何も得られないわ。SNS 上は激闘をものにした大岩ジャパンへの賛辞で溢れる中、日本通で知られるブラジル人記者ティアゴ・ボンテンポ氏も好意的に反応。試合結果を伝える投稿を引用し、補足するようにこう綴った。マリの方が優勢に試合を進めたが、日本は国母、高井コータ、大畑歩夢の攻守で持ちこたえ、終盤のカウンターアタックから山本のゴールで試合を決めた。準々決勝進出を確定させた。マリはロスタイムに同点のチャンスを得たが、PK を失敗。国母が土壇場で PK をセーブしたプレオリンピック決勝のウズベキスタン戦を彷彿とさせた。やっぱりウズベキスタン戦を彷彿とさせるよな。あとさ、いつも言うようだけど高井は19歳よ。これ絶対海外に引き抜かれるでしょ。マリ戦でどうかな？
ってとこあったけど、これでもういよいよ疑いようがなくなったな。大畑もさ、終盤特にきつい時間帯に素晴らしい守備見せてたし、体力鬼だな。いやもうさ、みんな良すぎて特定の誰かってのが難しいよな。オーバーエイジ枠なしで一番不安視されるのってディフェンスになると思うけど、そのディフェンスが2試合無失点ってすごいわよね。南米予選首位通過とマリ相手に。だな。では次にマリの反応を見ていこう。こちらは意外な報道があってだな。アフリカメディア、アフリカフットは、マリにとっては本当に腹立たしい、と見出しを打ち、より効率的な日本に驚かされた、と報じた。PK ミスについては、プンビアの大失敗。GK の、国母、レオ・ブライアン、と対峙したが、初戦の英雄はそのシュートを枠外に飛ばした、と伝えた。問題はここから。また、ジャッジにも不満だったようで、日本の強盗。エリア内で大畑歩夢がゲームコ・ディアラに明らかにチャージしたにもかかわらず、PK の笛は鳴らされなかった、と指摘している。内容に判定にも納得がいかないようだ。は？キーパーと1対1に近い状況になった時、大畑が後ろから行ったシーンについてのものだな。いや、あれは素晴らしいディフェンスだったでしょ。VAR でもチェックしてるだろうし、強盗とか失礼すぎない？ VAR ルームで怪しいとなれば指針に提言はするからな。それがないということは問題なかったということ。それともテクノロジーに歯向かうつもりだろうか。なんかがっかりするような報道よね。そんなに悔しかったなら決めるとこ決めとけばいいだけでしょ。このシーンだってシュートに持ち込めてないし、イスラエル戦でも思ったけど、後半になると集中力切れるのか、雑なプレイも目立つんだよな。それに救われた面もある。霊夢が言うように決めるとこ決めればいいだけだ。決めるとこ決めるかどうか。それがそのまま結果に直結したわね。アフリカフットユナイテッドは、日本は後半、マリの守備の左サイドで躍動した、とし、これが82分に山本リヒトの得点につながったとしている。その後、マリは誇り高い反応を見せたが、残念ながらチェキナ、プンビアの PK は枠外だった、と振り返った。普通に報じれば問題ないよな。強盗ってのはね、日韓ワールドカップの韓国に対してくらいのレベルでしか使わないでほしいわね。あれ実際に強盗言われてるからな。この結果を受けてアフリカメディア、アフリクースポーツは、日本に対してマリの低調なパフォーマンス、との見出しでイスラエルとの初戦に1-1で引き分けて、今回も0-1で敗れた、と報じている。大きな希望を胸に大会に臨んだマリは打ち砕かれている。2試合で勝ち点1しか取れていない。日本戦では苦戦を強いられ、堅実な相手にいくつかのチャンスを作ったが、得点に結びつけられず。後半のアディショナルタイムにはシェイクな、プンビアが PK を外した。まず間違いなくマリは強かったけど、決定力とか色々惜しいとこも目立ったわね。だな。イスラエル戦なんかはあれだけシュート打って結局コーナーの流れからの得点だけで引き分けに終わってるし、一番重要なとこが欠けてる印象はあるな。めちゃくちゃ強いけど、現地からするとさ、また同じパターンかよってなるかもね。イスラエル戦で決めきれず、日本戦でも決めきれず、逆にやられるってのが続いたらそりゃぶち切れるわな。結果論かもだけどさ、イスラエル戦みたいに最初から猛攻されてたらどうなったかわからなかったし、日本にとってはそっちのが嫌だったかもね。親善試合のイメージと、疲労とかも考慮したのかもしれんが、必要以上に日本をリスペクトした感はあるかもしれんな。でも前半カウンターで体力温存しつつ、後半勝負ってのは当たってたようにも感じるな。結局は決めきれなかったから失敗とはなるかもしれんが、後半は負けてもおかしくなかったもんね。やっぱり決めるかどうかなんだな。一方、敗れたマリのファンが不満が爆発。SNS 上では次のような声が上った。このチームは残念すぎる。私たちはクソだ。戦術も技術も何もない。非常に弱い選手たちだ。守備陣と中盤は大きな穴だった。あまりにも多くのミスを犯した。全体的に日本が優勢だった。彼が PK を決める方法を知らないのは分かっていた。おやすみ。本当に疲れる。もうこの国は応援しない。終わった。怒りが収まらないファンが少なくなかったようだ。怒ってるのは予想通りだけど、日本が優勢だったとか意外な反応もあるわね。でもさ、これ逆に考えてみると確かにそうなるかもしれん。これだけ攻撃してたから日本代表で言えばアジア予選で攻めあぐねて最後やられるような印象の試合だと想像するとわかりやすいかも。そっか。相手に守り切られて最後にやられる。それって相手ペースだったとも言える、相手の思惑通りとも言えるものね。日本からするとかなりきつかったけど、それに日本には負けたけど最終戦パラグアイと直接対決あるし、普通にチャンスあると思うしそこまで言わんでも。とは思う。普通に強かったしチャンス残ってるもんね。パラグアイはラフプレイで印象悪いし、純粋にマリのサッカーが見たいから勝ち進んでほしい。また対戦したいと思えるいいチームだったよな。本当にいいチームだったと思うわ。ぜひまた対戦したいわね。あとさ、PK 獲得しても決めるまでは喜ばない方がいいな。PK 獲得の時にカメラに向かって大喜びしてたけど、フラグにしか見えないなと思ったら案の定。そうね。
一番恥ずかしいやつだし、アレキッカーにもプレッシャーかけることになるでしょ。絶対やめた方がいい。そこも含めてウズベキスタン戦とかぶって見えたんだよな。そういうので余計にキッカーにもプレッシャーかかってるのが表情からもわかるレベルだった。対照的に日本はすぐ切り替えてたわよね。もう国防信じるって感じで多く言葉も交わさず PK に集中させてくれてた。やっぱり勝つ理由、負ける理由ってあるんだよな。そんなことを思う PK と試合だった。最終戦イスラエル戦を有効活用して、少しでも。いや、メダル目指そうぜ。さてみんなは今回の件どう思ったかしら。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてね。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。